はい、皆さん、こんにちは。FP3Q 無料合格講座の、今回からですね、タックスプランニングの、分野に移っていきます。で、タックスプランニングなんですけど、まあ、要はね、所得税のお話です。で、まあ、所得って一口に言ってもね、いろんな所得があるわけなんですよ。例えば、株式会社からね、こう配当金としてもらうね、配当の所得であったりとか、あとはもちろん給料もね、給与所得っていう所得に当たりますし、例えば、自分の持ってるものをね、売った時の一時所得なんか、まあ、そういった所得にもね、約10種類のね、まあ、内容がありまして、で、それに関してはまた税金のね、税率っていうのが変わってきます。まあ、もちろんね、その得た収入の内容やね、そういった要件によって、まあ、税率が変わってくるっていう、そういったお話になってきます。で、まあ、ここに関してはね、非常にイメージがつきやすいと思います。で、特にね、実際こう正社員なんかでね、働いたことがある方っていうのはね、特によく見るような項目であったりとか、なんかこれ知ってるなっていうことが多いと思うので、すごいね、イメージしやすいと思うんですけど、非常に重要な分野になりますんでね、しっかり聞くようにしていってください。はい、ではですね、所得税なんですけど、簡単なね、概要からご説明させていただきます。まずですね、所得税っていうものは一応国税になります。で、直接税って言われるようなね、まあ、税金の種類になってきます。で、住民税とかね、固定資産税っていうのが地方税で、まあ、消費税っていうのが一応間接税っていうね、まあ、一応対比っていう形でね、こういうふうにご紹介させていただいてるんですけど、まあ、イメージとして覚えておいていただきたいのは、まあ、所得税が国税であって直接税だよっていうふうなイメージで結構だと思います。で、まあ、固定資産税とかだとね、ちょっとイメージつきやすいと思うんですけど、まあ、人によってね、課税する金額が違うと。で、まあ、住民税なんかもそうなんですけど、所得税って基本的に誰にでもかかってくるようなものになるじゃないですか。まあ、基本的に収入がないとね、生きていけないので。ただ、まあ、固定資産税なんかはね、家を持ってる人じゃないと税金かからないので、まあ、そういったね、イメージの違いっていうのも一緒に覚えておいてください。で、あとですね、歴年単位課税ということで、まあ、ややこしいこと書いてますけど、要は1月1日から12月31日までを課税対象としますよっていう、まあ、区切りのお話ですね。それが、まあ、この歴年単位課税っていう風な方式になってますっていうことですね。なんで、まあ、この期間の名称をね、この、まあ、歴年単位課税っていうってことですね。で、あと累進税率ということで、まあ、日本ですね、所得が多くなるにつれて、まあ、税金が上がっていくっていう風なね、まあ、そういったシステムになってます。で、まあ、これに関してはね、ご存知の方も多いと思いますね。で、あとですね、まあ、詳しくは書いてないんですけど、申告納税方式って言って、基本的に税金っていうのは自分から申告してねっていう風なね、まあ、方式をとってます。で、あと源泉徴収制度ですね。以前にもね、ちょっとお話ししたんですけど、まあ、会社でいう年末調整ですね。会社が源泉徴収をやってくれるよっていう源泉徴収制度っていうものもあります。で、総合課税ですね。まあ、様々なね、所得を合算してから税率をかけることをね、まあ、総合課税って言ったりするんですけど、これは、もう少しね、詳しく、別のチャプターでお話をさせていただきます。で、あと所得税の範囲なんですけど、日本国内にね、住所がある、もしくはですね、1年以上住んでる方に関しては、国内で得た全ての所得に関して、課税されます。なので、まあ、普通にね、日本に生まれて育ってる方っていうのは、日本で稼いだ分に関しては全てね、課税されるんですけど、非住居者、まあ、出稼ぎでね、海外から来てる方っていうような方に関しては、まあ、国内についてのみ課税ということですね。まあ、実際その、中国から出稼ぎに来て半年の人がね、じゃあその来る前の分まで税金取られるのかって話になっちゃうので、国内についてのみ課税ということですね。で、よく出てくるワードで、まあ、先ほどもね、軽く触れたんですけど、総合課税と分離課税っていうお話があります。で、これどういうことかっていうと、まあ、総合課税と分離課税って2つの種類があるんですけど、総合課税は基本的にその1年間の所得を、まあ、給与所得とか事業所得とか、そういった種類に関係なくですね、もうすべてまとめて課税しちゃうっていうイメージなんですよ。で、分離課税っていうのは、特定の取引をね、他の所得と合算せずに
別途課税するので、個々にね、こう、何ですか、課税されていくようなイメージです。なんで、総合はぐっとまとめて、分離は別々にみたいなイメージですね。まあ、そういったイメージ持っておいていただくと非常にわかりやすいと思います。で、あと基本的になんですけども、まあ、どの所得でもそうなんですけど、収入、まあ、その所得の内容の収入があるわけなんですけど、そこから経費ですね、それを得るために必要だったものを引いて、それに、まあ、控除額があるものに関しては、控除額を引いたものが課税対象となります。で、このね、まあ、基本的なイメージだけしっかり押さえておいていただければ、他のね、チャプターの内容も分かりやすいと思いますので。で、まず1つ目に利子所得っていうことで、公社債の、ね、配当であったりとか、あとは、まあ、銀行に預けた時の利子ですね、なんかが対象になってます。で、まあ、税率は、ね、20%ということで、以前にもお話した通りね、こういった所得関係、税率20%多いので、基本的には20%と覚えておいてください。で、配当所得ですね。株式の配当であったりとか、まあ、株式投資の信託、投資信託ですね。なんて言われるような、まあ、収益ですね。が、一応対象になってまして、まあ、税率は20%なんですけど、まあ、ここのね、利子所得、配当所得っていうのは、3級の段階でそこまで深く出ないので、まあ、多分この程度だけね、覚えておいていただければ十分だと思います。で、給与所得ですね。給与所得なんですけど、まあ、基本的に給与の収入、まあ、イメージで言いますと、額面って言われるやつですね。まあ、月25万円とか。で、あと、手取りとかいう表現するじゃないですか。で、まあ、それの額面の方ですね。で、そこから、給与所得控除っていうのが引かれたものが、基本的に給与所得になります。で、給与所得控除に関しては、また詳しくね、別のチャプターでお話をさせていただきます。で、給与所得のね、まあ、特徴としてはなんですけど、通勤の手当ですね、まあ、交通費って言われるようなものに関しては、月10万円まで非課税です。まあ、この交通費とかね、通勤手当っていうのは別に儲けるためにもらうもんじゃないじゃないですか。基本的に必要なものになってくるので、なので、まあ、月10万円までは非課税ということですね。で、給与所得控除、まあ、みなし経費ってね、言われるようなものなんですけど、基本的に給与所得がある段階で、最低65万円は控除できるっていうね、これも一つ覚えておいてください。では、次の文ですね。はい、退職所得なんですけども、ここをね、今回はちょっと重点的にお話をさせていただきたいと思います。退職所得に関しては計算で出てくるんですよ。で、基本的にね、退職所得の金額っていうのが、まあ、収入から退職控除をね、引いて、それの半分。で、この半分非常に抜けますので、僕も実際本試験で忘れててね、ここ点数引かれてますんで、半分っていうのをしっかりね、忘れないようにしておいてください。で、退職所得の控除なんですけど、基本的に20年以下の場合は40万円かける勤務年数です。で、20年以上ですね、働いてる場合に関しては、800万円に、700万円かける、その勤続年数の20年を引いた分ですね、の、金額っていうのが基本的にこの所得控除になってきます。で、一応、まあ、退職所得って書いてあるんですけど、まあ、退職金のことですね、これ。要するに退職金もらった時に、じゃあ、いくらが課税されるのかっていう計算方法なんですけど、一応、例題で、一つ挙げておきます。勤務を例えば35年してね、退職金がじゃあ3000万円もらいましたよとなった場合なんですけども、まず、800万円ですね。20年以上なので800万円が該当して、それに、70万円かける、20年引いた分なので、35から20を引いた15年が、この70万円に、かけられるということで、合計すると1850万円になります。で、実際の退職金3000万円から1850万円を引いた1150万円の半分ですからね、これ最後、2分の1ね、すると、結局この575万円が退職所得になりますよっていう、まあ、こういった計算の仕方になってくるんですね。で、まあ、イメージがね、つきやすいように、もうちょっとお話ししていくと、この、20年以上の800万円ってあるじゃないですか。これが結局40万円の20年分なんですよ。なので、40万円かける20年すると800万円になって、で、20年以降のものに関しては年数かける70万円なんですね。
なので、35年の場合だったら、15年かける70万円に、プラス、20年と40万円をかけた800万円が、まあ、この控除の対象になるということですね。で、あとですね、退職所得、まあ、退職金のね、まあ、控除に関しては、基本的にね、まあ、老後の生活をするっていう意味での所得になるので、税金っていうのがすごい低くなってるんですよ。あんまり取るとね、まあ、それはかわいそうだなっていうことで、そういう意味を込めて、この2分の1っていうのが出てます。なので、結構ね、税金としてはお得なね、まあ、所得になるわけですね。なので、そういったことも踏まえて、この計算ですね、ちょっとしっかりできるようにしておいてください。はい、ではですね、最後過去問1問出しておきます。はい、ではですね、本日の講義はこれで終了とさせていただきます。ありがとうございました。